うーし、再開していくぜ。とりあえず休もう。なんかイベントあるかな。ないか。今レベル草木186か。190、200ぐらいまではちょっと上げてもいいかなっていう話を前回してたかと思うんですけれどもね。今いくら溜まってんのよ。18,000 か。全然溜まってないな。水の中で滝を見かけたら思い切って飛び込んでみるといいらしいです。道になっていることがある。ほう。水の中で滝ね。金宝箱っていうのはさ、どんな宝箱なんだっていう話なんですよ。本当に前回から引き続きですけれども。よし。やっぱりなかなか出てくるもんじゃないのかなとは思うんですけどね。これはプラチナだもんね。ないね。もしかしてこのレベルじゃまだ出ないとかあるのかな。それだったらちょっと辛いね。お、金宝箱っぽいのあるか。ないよね。金宝箱ないよね、この中にね。よくわかれんのね。お日様マント。これは持ってんね。はい、ちなみに、ワルキューレ。ワルキューレ様の剣だ、うわーいって書いてあったね、今。ワルキューレ。斬撃雷沈黙。真空竜巻斬り。初代ワルキューレ様が使っていた剣です。悪の化身を打ち滅ぼした実績があり、風を立ち、霞を切ると言われている展開の名剣です。今や絵本やポスターで見るワルキューレ様は大抵金髪ですが、初代の方は黒のお酒髪だったんです。でも金髪ロングの方が見栄えがいいということで歴史がある。はぁ、あ。この剣の名前だって本当はスーパーソードっていうの。人気が出ると過去を封じたがるのはアイドルだけじゃないのね。スーパーソードっていうの。防御力上がるなぁ。アイちゃんもいけるね。ちょっと装備させてみるか。ワルキューレの盾に、ワルキューレソードが、揃いましたよ、ようやく。ワルキューレの盾、ここまで使えるってすごいよ、本当に。凄まじいまでの体勢を誇るって、まったく、本当に。こんなもんか。そういえば、板を、いくつか回収してるじゃない。で、板をさ、回収したところで、行くところも結局行ってないよね。結局のところ行ってない。行くようにしたいね。お、覚えた。覚えました。変えよう。何にしようかな。沈黙即死毒無効。こっちは属性耐性があるけど、こっちは即死耐性があるか。毒ってのも最近鬱陶しいからな。こうしとくのもまあ悪くないか。あお。こいつら強いんだよ、ほんとによ。あやー、なんとちゃんが持ってかれてしまった。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。デッドリオーバー使ったか。睡眠になってんな。ふぅ。なんとかなったか。お、やったね。ゴンゴンゴン。全然換金してないけど、これはいいです。これもいいです。ここ行くか、ここ行くか。あ、もうこうなったままなんだね。はっはーん。 OK、 ゴーゴー。さっと行かないと。もう道は分かってるからさ、さっと抜けるようにしよう。で、道中やばい敵が出てくるってのも分かってるから、あそこで何かしかの対策を立てねばならんな。この先だろ。ちょっと待って、一旦回復しよう。一旦カバー3で回復しつつ、装備品をどうするかだな。多分なんだろう、ゾンビ系だから聖なる属性か炎系かって感じかな。
聖なる属性、これか。これはまさにいいでしょう。打撃。炎ね。炎か聖なる属性みたいな。これか。あー、攻撃力は下がるけど。オーディンランス、そうさせるか。これはこれでいいわ。1ターン目で、でも、1人倒せないと死ぬ気がすんな。オーバードライブ溜まってないと無理じゃないか。しずねちゃんのオーバードライブって今どんなんだっけ。あー、これダメだな。もっと超オーバードライブが超強力なすのがいいな。ハートフルスイング、スタースイープ、炎のやつがいいな。これどう、オルガノンファイヤーどう、落とせるかな。威力大、速度50、速度マイナス50で敵の先手を打てるかどうかが心配だな。行くだけ行ってみよう。うん、さーて、まず一人倒そうぜっていう感じです。最強ゾンビかなこれ。でも炎属性の武器も持ってきてるからこっちでいいか。とりあえずはで、オーバードライブ打って、オーバードライブ打っての、全身砕いてのこれだ。倒せるかなこれで。心配だな。炎そんなに効いてないか。あー倒せない。これで倒せろ。あーマジか。わーでもちょこっと倒せた、ちょこっと倒せたが、どうだ、いけるか。いけそうだな、いけそうだ、いけそうだ。よかったー。ふー、これでなんとかなるな。炎はそんなに効いてないか。炎弱点じゃないのかな、わからんけど。プリンセスバーブル、あ、効かない、全然効かない。意外とヒットポイントあるやつとないやつがいるな、これなんだ、よくわからん。差があるのか。ちょっと回復しようか。ふう、意外と当たりませんね。よーし、ふう、なんとかなった。なんだったんだ今の。ここで死んだ怨念かしら。嫌な予感がするわね。嫌な予感がするのはいいんだけどさ。うわー、毒でダメージ受けてんのか。ちょっとやばい、降りよ。なんだ、どんどんガスが濃くなってきてる。体力のみならず精神面にも影響ある。 MP も減るってこと、つまりさっさと行こう、さっさと行こうじゃないか。レベル99。ああなんかありそうだな、こっちなんかありそう。ああ無理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 。ちょっと適宜、うわー MP がやばいなこれ。ちょっとアンさんと戦って MP を回復させてくれ。ちょっと MP を回復させておくんなまし。スノーリバイブ、よし、死にそう。リカバー、プリンセスバブル、マージっすか、マージっすか。ヴァンパイアレディとか、これ死んじゃうのは話にならないよ。雑魚的で死んじゃうのは話にならないよこれ。リカバーでちょっと防御、よし、あとはなんとかなるだろう。ちょっと自分で自分を回復しよう。無限の再生のリカバーのスロメディ、防御防御、スローメディ防御、防御防御、スローメディにスノーリバイブで、よし、なんとか回復はできそうだ。なんとかなんとかなったかな。ふう、
オーバードライブも溜まったし、これをこのまま行きたい。よしなんとか着いたな。宝箱とか全然回収してないけど、いいもんあったんかな。そんなこと気にしてる場合じゃないぜ。お、なんだ、ん、これはガストンって固まったもの。一番奥まで行けばきっとすごい宝があるかと思ったけど、こんなもんか。さっさと戻るぞ。使えない？扉が閉まってなきゃいいけど、やめてよそういうの。あ、なんだ、何今の音、なんか変な音してる。はぁ、なんか来た。宇宙人ちゃうの、宇宙人ちゃうのか、あれ宇宙人ではないんですね。なんだこいつら、ボスか、ボスなのか。鉄壁の号令、旋風の守り、ボスかどうかがわからんな。フェスをするべきか否かの判断がつかない。使わないでおくか、一旦は使わないでおこうか。3ターン回復不可。うわー、ちょっとそんなことしてくる。回復不可とな。あー、マジかよ。傷が塞がっていく。自動再生の持ち主が中途半端な攻撃で長引かせてるのは石の打ち取りね。こちらの余力も少ない。できるだけ高火力で型をつけるわよ。型をつけ、いや、ちょっと待って、どうしよう、どうしようかな、これ。超火力でやるよっつってもね、ちょっと待ってね。一応レイゾールかけて、全身砕きは今かけたでしょ。ちょっとヒールで自分を回復するか。全然足りてない回復力。うわー、これ鬱陶しい。強い、1しか回復しねえ。まあ強いぞこいつら。ちょっと待ってくださいよ。残虐王ってちょっとどうすんねん、これちょっとどうすんねん。 HP が回復できない状態ですね、これはね。どうしようもないですね。こっちからなんとか落としていきたいが、どうする。マナプロをアナンタさんに回す。熱々のおてんだ。ナイスミス。あ、これどうにもならない、これどうにもならねえ。え、何その袋を壺に戻せ。奴らの狙いはそれだ。そうしたら一目散に逃げろぞ。はあ、はあ、やり直し、やり直し簡単にできるってこと。強いぞあいつら。なんだ一体どうしようかな、どうしようかな。オーバードライブも使っちゃったしな。どういう装備でいったらいいだろう。どういう装備、自動回復系かな。自動回復系かもしれんな。ちょっと待て、よく考えるんだ。何耐性が必要だろうか。あー、ちょっと考えます。こんな感じで、とりあえずなんかアイスが痛かった気がするんで、全員霊気耐性、霊気耐性メインで、もっかい行くぞ。こんちくしょうめ。このマップでもダメージ受けんのかな。このマップはダメージ受けなさそうだね、とは言いつつもな。とりあえず最初からアイスクリームパーティー全力で行かないとダメだということが分かった。あ、今度はそうはいかないぞ。宇宙人だよね、これどう見ても宇宙人だよね。宇宙人ではないんだよね。さてどうする。鉄壁の号令回すのは間違ってない。旋風の守りも間違ってない。全身砕いてフェス。よし、痛すぎる。とりあえず私に任せてをやるべきかな。傷が塞がっていく。自動回復持ちだもんね、多分ね、これね。私に任せてやって、耐性上げるか。まず回復が先かな。まず回復が先ですかね。オーバードライブ自体が発砲で組む砕きもかけて、マナープロはなんかにかける。よしよし、アナンタちゃん硬い。よし、なんとかならんか。アナンタがこう耐えてるうちに
片方だけでも倒したい。こっちからだろう。こっちやべえことやってきてるからこっちからだな。右の方が雑魚っぽいな。右の方が雑魚っぽいけど、歌間中炎放射器、能力下げーのこれだ。オーバードライブどんどんぶっ放ってこ、下がらない。ブリザード、水耐性は持ってきてる。よし、麻痺耐性も持ってきてる。あー、ぶねー、死ぬとこでしたね。ガードヒールかけて、下がらないか。こっちは下がるかな。クリスタルブレイド、こっちも下がんない。なに、防御力上昇だと。先行玉とかやるべきだった。危ねえ、ガードヒール間に合った。最強ゾンビ砕き、あーくそ、耐えられないか。このターンまずいぞ。先行玉、素直にマナプロを回していってた方が良かったか。防御力も下がらない。くー、マジか。こわー、2回だと。俺はめんどくせえことしてくんな。私に任せて、もう攻めるしかないな。攻めるしかあるまいて。スカルニスを攻めて、アイスクリームがそろそろ切れ始めてるが、シェイ、やっぱり硬いね。ナイス回避、骨砕きが切れ始めてる。よっしゃ、倒した。そんなには強くねえか。一人倒せればあたどってことねえだろ。これ俺の粉砕力で上げて、ファイヤー、なんとかなりそうだな。なんとかなりそうだ。そうはいつつマナプロでしっかり回していこう。よしよしよしよ、あー強い強いの。さーてどうしよっかな。ちょっとスノーリバイブかけるか。アイちゃんの方が良かった。これはまずい。鉄壁の号令かけて、ガードヒールかけて、発砲で砕きもかけて、マナプロかけよう。よし、ふう、結構物理系だからな相手が。ちょっと無限の再生で MP を回復させよう。 MP を回復させようじゃないか。旋風の守りかけて、こっちの方がいいかな。ちょっともっかいスノーリバイブやろうか。もっかいスノーリバイブやろうか。これよし、 OK。 最大 HP 低下毒、最強ゾンビ砕き、ファイヤーやっ、せーの、オーバードライバーまだ使いませんね。両足封じとか効かないかな。いや、養分吸収しよう。もうアイスは使わなくていいだろう。よし、最強ゾンビ砕き強い。よっしゃ、倒した。狂気の戦盾どうじゃー。骨になった。骨なのに骨になった。嫌なタイプの敵だった。また襲ってこないうちにさっさと帰りましょう。これは D だ。こいつらも D を奪ったのかな。 D2 万ポイント取り返した。はあ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 、何を手に入れた。なんかよくわからんアイテム手に入れたよね。これか、圧縮されたガスが液体となって固まったもの。イベント用アイテム。厄介な場所の一番奥にあった袋に入れた液体。傷んだ野菜のような匂いがするけど、さほど強くなくて鼻を近づけないとわからないほど。熱い場所に置いておくと勝手に袋が膨らんじゃうのは、おそらく中の
中でガスが気化しているせいだと思われる。ガスに可燃性はなくても火を近づけても燃えない。私にはさっぱり価値がわからないが、エネルギーとしていつか出番があるかもしれないので、とりあえず持って帰ることにした。イベント用アイテムだってさ。あと倒した時に何か手に入れてたな。倒れた時に何か手に入れてた気がするけど忘れちったよ。何手に入れてた？あ、盾手に入れてたな。これか。即死暗闇無効。はぁ、哀れな王の末路、死に対して強い抵抗力を誇る盾。極悪人処刑のためにゾンビ系を編み出し、残虐王と呼ばれた恐れられたスカルニスの政治は、独裁ながらも重商主義政策がうまくはまっていた。ただそれはスカルニスが若かった頃のあって、年を取ってから采配が振るわなくなってからは、鳴りを潜めていた不満は一気にスカルニスへとぶつけられた。時が経ち、国は革命で覆り、王はゾンビ系、ゾンビ系、あーあれか、足の剣を切られ、深いガスの穴へと落とされ、奈落の底でネズミに肉を食われ、骸骨となっても死ねずに、呪いによって戦い続ける彼は、残虐王の面影はなく、もはや現れなスカルである。だそうです。帰るまでがもう、帰れるかな無事に。アイテム取ったから全滅してもいいっちゃいいけど、ちょっと探索するか、探索するか。これ死んでもいいやぐらいの勢いで探索しようか。そうやな、それも悪くないでしょ。どうせもう死んだってさ、死んだって関係ないわけですから。これそんなになんかいろいろあるわけでもない。追っ手側が気になるんだけどね。こいつが邪魔なんだよな、すごい。あー無理か、ヒットポイント超減ってるんじゃないかな今。うわー、 MP もないし、これ無理なんじゃないかな、これ無理なんじゃないか、無理なんじゃないか。いけるんか、いけるんか、いけるんか、みんないけるんか、やれるんか。無理だったー。ふぅー、休もう。今のもイベントボスだったっていうことかな、よくわからんね。特にイベントはないんだね。ふむ、一応さっきの奥のやつはこれで終わりなのかな。好きなように拡張して迷った時はおすすめ。はい、2万手に入れたっつってもまだ全然だな。次の拡張はレベル190か、まだダメだね。4万か、とりあえず進むか。そういえばなんかもう一人ボスと、またここか、いきなりここに出んのか。もういいです、ここは。さっきのとこよくよく探索してみたらもっとなんかいろいろあったりするんかな。でもあの中を探索するってのは血と骨が折れるで、血と骨が折れるな作業じゃないですかね。お、まあバホメットさん久しぶりっすね。だいぶ久しぶりに会った気がしますよ。よし、そんなには強くない。ボスグラの中ではそんなには。ここ、ここどこだ、お階段がある。降りよう、降りよう、降りようじゃないか。さて、お、なんか左側に色合いが違う宝箱がある気がする。今チラッと見えたけど、あれか、金宝箱、これだな間違いなく。眠れる森の糸、お、眠れる森の糸、装備品だよね。アクセサリーじゃなかった、あだ、アナアイ、睡眠麻痺無効、 HP 自動回復 5%。 悪い魔女の死の呪いを打ち消すために良い魔女がとっさにかけた眠り姫の100年の呪いに出てくる。はぁ、圧倒的な効果範囲、姫どころか城にいる全ての人々が眠り、イファラによって森、城そのものまでが眠りに落ちてしまった。余談だが、眠れる森の美女の眠れるとは美女ではなく森の方にかかっている。行ってみて、姫が起きてても文句を言わないように。そうなの、眠れる森の美女は美女じゃなくて森の方にかかってたの、知らんかった。能力すごい上がる、すげえ上がるな能力。
防御力1000超えるんだが睡眠麻痺無効か。ちょっと悩ましいね。敵コーラさん、なんか新しいの売ってくれへん？自作アートないんだ。超ド級のレア、ユニコーンの角丸ごと1本、味方全体の能力低下と状態異常回避、さらにオーバードライブゲージが全開。1000、1万、10万、100万、800万全然買えない。値切る。さすがのユニコーンの角が値切られるとは。価格を理解しての踏み込みだと思いますが、さすがにTTも胃が痛い。今回を逃したら次はいつ手に入れられ仕入れられるか分かりませんよ。世界にもう二桁はないと言われるアイテムですよ。400万でも高いよ。分かった、大出血サービスだ。1000、1万、10? 1000、1万、1000、1万、10万、200万高い。ペニョーペニョー、やべえ、変な声が。まだ値切るってどういうこと？もしかして偽物だと思ってる？マジもんよこれ。買ってみて手に取ってびっくりしやがれ。正真正銘丸ごと1本ユニコーンの角、他じゃ絶対出さない価格、買おう。やっと売れた。ヒートアップしてありえない値段まで下げちゃったけど、あー仕方ない、今回は私の負けっすよ。あー、ユニコーンの角、ここまで値切ったすごいお客さんにプレゼント、ありがとう。あー、ユニコーンの角ね。全員の能力低下と状態異常を回収し、その角を粉末にして伸び、あらゆる病が治るとされるユニコーンの角。ユニコーン自体が希少生物なこともあって、王様でも滅多なことでは手にできなかった。さらに粉末加工のためにそっくりな偽物が多く出回り、解決策として角は客の目の前で削り取る決めとなったが、今度は一角等の別の角を使用した詐欺が横暴。そんな状態で今も現存している本物のユニコーンの角は世界に数本あるかないかで圧倒的な価値があり、夜道が危なくて所持していることはご近所にも話せないレベルだ。はぁ、あ、金宝箱他にないかな。そうやすやすとはやっぱ出てきてくれないんだな。マップに1個あるかないかとかそういうレベルなのかな、かもしれないね。お、生魚だその SE が面白いよね、本当に。ふぅ、これでもうワープで行けるところもなくなったな。あとはちょっとレベル上げた方がいいよねって、そういう話か。ふーむ、あお、合成かな。そろそろ合成もいろいろできるようになってるかな、なってるといいな、なってるといいな。ここはクリスタルドラゴンのマップだもんね。金宝箱ないな。金宝箱やーい。そういえば羅刹マップなるものもそういやあったな。ちょっと開放してみるか、羅刹マップ。ちょっと今回これ戻ったら羅刹マップを開放する。いくらだっけ、そんなに高くなかったよね、そんなに高くなかった。お、来た。今何個持ってる、今何個持ってるよ。3個1回できるな。あ、2個増えた、あった。宝箱ウハファマラソン2、ウハファマラソン2、3枚。でも羊ハードモードをちょっとなんとかやりたかったんだけど、今回はウハウハマラソン2で1回じゃ絶対できないと思うから、ちょっとハードモードもう1回やらせて。ウハウハマラソン2は気になるとこなんだけど、ちょっとハードモードやらせてください。はい、お願いします。うん、はい、 OK です。1、2、3、4、5、よし。あー、間違えた。ガメつくお金、間違えちった。39枚、もうちょっとだな、もうちょっとで食らう。ソラスゲッチュだな。竜の奇跡とかも気になるけどな。天運ペンダントっていうのは確かあれだよね、レアリティが出る確率を上げるみたいなやつだったよね。一番最後のやつを一気にちょっと取りに行きたいところではあるけど、
金が足りないな。見慣れたマップしか出てこなくなりましたね。もう拡張するべきか、もうそろそろ拡張するべきなのか。あ、間違えた。使わない。プラチナ宝箱だけ回収しよう。お、あ、そういえばこの先のイベントあるんだったね。行こうか、行っちゃおっか。そうだね。いやー、でもレベルを上げた方がいいんじゃないかみたいな話になってた気がするんだよな。いっか、行ってみよっか。約束通りカンヘルたちに会いに行こう。うむ。お、飛ばしてくれたんだ、優しい。カンヘル久しぶり、約束通り来たよ。王はあんた確かよく来てくれた。遠路はるばるご苦労だ。すぐに紅茶とお菓子を用意しよう。いや、お構いなく。ところで母さんの姿が見えないけど。あ、ラバーズ様なら出払っておられる。おもてなしは私がするから心配ないぞ。なあ、ジャムサンドとバターサンドがあるかどっちがいいかな。ウキウキだな。あ、ジャムでじゃなくてそんなに気をつかなくていいよ。母さんはすぐ戻ってくるの待ってていいの。長い間開けるときは必ず時間を言ってから出かけるから今回は短いと思う。まあ、お菓子でも食べながら私の話を聞いてほしい。いろいろと操作はし、調査はしておいた。そちらの3人もジャムサンドでいいか。あ、私はあるならバターで。ベネッチはバター派ですか。出たな、怪人。ビタースイーツ。わかった。バターだな。他2人はジャムでいいか。問題ないわ。適当にくつろいでくれ。かわいいカンヘルちゃん。それでカンヘルからの話というのは、食べながらでいいから聞いてほしい。天界でも地上を調査しているのだが、各地で大きな魔物の封印が解かれているのを天使たちが観測している。封印が一大事じゃないの。どうしてそれで地上が騒ぎになってないの。実は封印が解かれた形跡はあるのだが、肝心の魔物の姿がどこにも見当たらないのだ。騒ぎになっていないのは騒ぎを起こす奴がいないからだな。復活した魔物が行方不明になっているのか。それに封印は誰が解いているんだ。封印は例えばいろんな封印があるが、封印石なら魔物が集団で壊しに、生贄が必要なら魔物自らが贄になっているようだ。そんなことってありえないわ。魔物が集団で生贄になるなんて、例がない。古今例はない。おそらく誰かが魔物たちに命令か、もしくは強い暗示をかけている。で、その誰かってのがまたわからないと。雰囲気で察するとは、すごいな、愛ちゃんは。さすが大きい、しかし大きな魔物を復活させといて、なぜ隠したりするのか。敵の狙いが地上の混乱にあるとすれば、そのまま暴れさせればいいはずだ。魔物たちの神隠しの理由はわからない。派手に動いてる割には、被害はほとんど出ていない。それが逆に恐ろしい。解決にあたって、みんなに何かいい知恵はないか。圧倒的に怪しいのは例の魔王なんだが。むしゃむしゃ。あんたちょっと空気読みなさいよ。絶対話聞いてないだろ。聞いてるよ。大きな魔物が復活してるんだろ。だったらブロムナの時みたいに倒せばいいじゃない。聞いてないじゃない。復活した魔物の行方がわからないから困ってるんだ。仮に分かったとしても、ブロッコリー村のように簡単なことはできない。封印が解かれた魔物の中には6魔の一角の地竜までいる。また6魔かよ。地竜って敵に9尾と魔王がいるから。やだ、これ6魔のうちの半分が敵に揃ってるってこと。魔王も6魔のうちの1人なのか。6魔、あとなんだっけ。古竜と水王、それから悪竜ね。はあ、一番の親玉を倒してるじゃないか。楽勝楽勝。今回の相手も寝ぼけているとは限らないぞ。少なくともキュービーは。お、まあ、宮殿の中に。ラバーズ様、一体どうされました。屋上と1階から不思議な魔物が湧き出しています。不思議な。一刻も早く敵の出現場所を塞がないと。まだ敵の数は大したことないので、二手に分かれましょう。カーケルはあなたと一緒に屋上に回ってもらえますか。私はラバーズ様に同行いたします。彼らは一度ここに来ているから案内の必要はないでしょう。それに戦士タイプを一箇所に集めるのは戦術的に不利だと思われます。アランタとシズナとアイシさん、屋上の方を頼めるかしら。あら、ベネッチそっち行っちゃうの。ちょっと待ってよ。大丈夫かな。3人っていうのがすごい不安なんだけど。どうしたのですか。早く行かないと。その魔法陣は何ですか、ラバーズさん。あれ、なんでしょう。今までありませんでしたね。私とアナンタを最初に遠ざけようとしたのは少々やりすぎでしたよ。お前からはあの時の獣の匂いがする。そこにいるお前もだ。いい加減正体を表したらどうだ。え、思ったより賢いではない。なんとお前ら。冬打ち必殺とはいかなかったが、まあ守備は上々。分断することはできない。貴様らいつから侵入していた。ついさっきで。ここは随分静かで脆弱な空間だ。騒音がない分繋ぎやすかったぞ。魔王様、あまり時間を与えすぎてる。わしとしてはこのような卑劣な手は使わず正面からぶつかりたかったところじゃがな。
俺も頭脳プレイということでおとなしく死んでもらおうか。同族を餌にして六魔を育ててるってのもあんたたちの卑劣な頭脳プレイの一環かしら。六魔の魔物、まあ、大量の魔物を生贄にして六魔の封印を解いたり共食いさせて育ったりしてるんだ。わからなかったらそっちの木の葉ってやつに聞いてみるよ。根掘り葉掘りな。事前に木の葉の言っていた通りだ。時間稼ぎに尻滅裂なことを喋りおる。その手には乗らんぞ。完全に飼いならされてる。でもこれで誰が黒幕なのかはっきりした。地竜だと？ここに六魔連れてきちゃうの？無理だって。魔王軍の虎の子地竜。嘘だろ、魔法陣一つでこんなものが。あれが魔王の能力らしい。ここでもがいても勝ち目はないだろ。そういうわけで決めるぞ。耐えるか逃げるか。合流まであとどれぐらいかかる？地竜の力を測るにはまたとない機会です。ちょっと逃げた方がいいよ、逃げた方がいいよ。どうする？あー、逃げれない。ということは耐えるしかない。耐えるって言ってもマリオンバリア、なんとか耐えられそうだな。そんなには高くない。カンヘルちゃん攻撃しなくていい、攻撃しなくていいよ。うわー、ちょっと強いよこれ。なんだその強さ、なんだその強さは。無理だよ、無理だよ。それは耐えられない。このターンで死ぬだろ。あ、うん、あん、無理無理だってそれ。イベント戦闘か。弱い、弱すぎるぞ。わざわざ地竜を持ってくるまでもなかったか。耐えるところじゃない。たとえ合流できたとしてもこれは。ベネット逃げろ、私が盾になってやる。生かすと思うか。ああ。なぜ戻したこの今のは何じゃ。目覚めたばかりで少し混乱していたようです。お見苦しいところ。何が起こった？地竜が共食いを始めたから慌てて帰還させた。今の動き明らかに命令を無視していた。そうするとこいつらは地竜を完全に操れていたわけではないのか。いやだが少なくともこいつはまだ魔王様の力で押し切れま。いつも食わせていたからつい悪い癖が出た。そういうことだろ、このハサ。魔王、目を覚ますんだな。あんたは誰からも主と認識されていない。地竜はもちろんそいつも含めてだ。地竜は餌があるから従っているだけだ。現にお前の命令なんか聞かなかっただろ。お前の命令より生きている肉の方が優先順位が高いからだ。お前が知らないだけでもっと多くの魔物が隠して餌になっているだろうな。一部の強い魔物を育てるために。お前は木の葉が構築したシステムの中で餌箱という役割を果たしているに過ぎない。断じて王なんかじゃない。今実質的な権力を握っているのは木の葉だ。お前が夢見ている魔族の世界とそいつが目指している世界は全く違うぞ。後悔しないうちにそいつとは縁を切れ。わしが召喚した魔物たちは本当に各地戦っておるのか。確かに数が合わぬわ。こやつらが言ってるように餌になっておるのではあるまいな。今地上でそんな戦いは起こってない。あなた様をお救いした私と敵の誰もどちらが正しいか考えるようなことですか。お前がパーチクはめくから頭痛がしてきおったわ。わしはこの葉を信じるぞ。貴様らは二度とわしに暴言が吐けぬよう、ここで血祭りにあげて。おっと、本物が来た。これは何の騒ぎですか。いいところに本物が帰ってきた。これで少しは耐えれそうだ。ラバーズ様、敵の襲撃です。奴らはこの宮殿を、いや私たちを狙って襲撃してきました。手を貸していただけますか。私の留守中に。魔王様、一度引き上げましょう。無理をする場面ではありません。とりあえずの目的は果たしました。それより魔王様の頭痛の方が心配です。戻って横になられた方がいいでしょう。逃げられちったな。敵場がいいことだ。しかしこれで逃げてくれるということは一応説得の効果はあったか。えらい疲れた、こっちも少し休みたいわ。ああいうのは苦手でな。相手をしてくれるのは助かるぞ。大抵嫌な役は私に回ってくるのよね。ベネッチ頼りになるなぁ。あなたたちは何やってたのよ。で、上にも敵はいたの？あなたんとこだけサンドイッチがない。ではそのコノハという女がおそらく事件の首謀者です。また先の戦いでキュービーの姿が見えなかったことからことラバーズ様に化けていたこと等から、キュービーはコノハという人型の女に化けている可能性が高いと思われます。私たちの最大の敵はキュービーということになりますか。ベネッチたちがそんなに苦戦しているなんて知っても知らなかったよ。ごめんよ二人とも。屋上の方の敵は大したことなかったのだけど、魔法陣を閉じるのに時間かかっちゃって、こんなことならすぐに救援に向かうんだったわ。
お礼で聞いたらそのチリオってやつもコテンパンにしてやれたのに。いやーどうかな、かなり厳しかったと思うぞ。全員揃っていたとしてもあの強さは。九尾を封印した封印球、殺生石。これは昔タイマシ崩れの姉妹が資源から傷を入れたせいで封印が緩んだままになってしまいました。おそらく九尾自身は自然復活したのでしょう。水面下で力を蓄えた後、他の魔物を復活して回っているのですね。現魔王はあやつの言いなりです。魔物を作り出す能力を好きなように使われています。ベネットが頑張ってくれましたが、残念ながら説得には応じませんでした。このまま六魔が力を蓄えていけば恐ろしいことになります。ですが敵の居場所がわからないため、今のところ打つ手がありません。このやり方を取られると、悪竜やアールマザーの時のような復活直後を狙う電撃作戦は取れない。いかん、話が難しくなってきた。難しい顔をしておいて、とりあえず流そう。あの魔王を名乗っている子はなんとかならないのかしら。ちょっとかわいそうなんだけど。私だってそう思うが、木の葉が横にいる限り説得は難しいだろうな。切り離せばいいんだが。とにかく広く情報を集めていくくらいしか対策が取れませんね。今まで通りになりますが。それと今回宮殿を攻められましたが、どうやらあなたたちを狙った行動のようです。あなたたちはかなりマークされていると考えた方がいいでしょう。私はカンヘルよりもあなたたちはずっと危険だということです。そこで戦闘の役に立つかもしれません。展開から預かっているとっておきの秘宝。なんすか。おお、この展開はまさに主人公専用装備服。さて、お、本棚に登ってはいけません。そう習いました。今はいいのです。特別です。飛べるから乗る必要はないんじゃないの。おあ、なんだ超ウキウキ。シズナちゃんいなの。セレスタの星。あれ上位神に配られた秘宝の一つ。長い間展開を守り続けてきたものです。きっと役に立ってどうしました。なんだ。だってなんでそれシズナちゃんに渡すの。これ魔法使い用の装備ですから、別にアイちゃんでもいいのですけど。それはないよ。それじゃ全然盛り上がらないじゃないの。そこは私専用券とかでしょ。母から声伝説が受け継がれるみたいな。そんな無茶な私券なんて装備持ってませんよ。魔法系ですし。やだやだ、私用の装備がいい。お前は一人で楽しそうだ。ベネチからも行ってやって、早く。お騒がせしてすみません。今日はどうもありがとうございました。私たちこれで引き上げます。いや、ちょっと何言ってるかわからない。まだまだ帰る場面じゃないと思う。実際はね、帰るわよ。ほら、みんな支度して。あれ?お土産なの?そのサンドイッチは。これだからベネッチは困るな。本当に大切なものを見落としてしまう限り、君にリーダー任せることはできない。バーカバーカ。あなた落ち着け、お菓子をやろう。何でも食べ物で解決すると思うなよ。で、具体的に何解決しそうだな。下の子はわがままの法則かな。ラバー様泣いてる。なんなのこれ、宿屋イベント。春夏秋冬ドロップス。カンヘルからもらいました。ごねてみるものですね。で、ここに戻ってくるわけ。何か変化があれば向こうから連絡が来るだろう。私たちにできることは男女にでも潜って強くなっておくことだ。最終決戦は近いわね。頑張らないと。最終決戦なんすか。静田さんになんか手に入れてたな。アクセサリーか?セレスタの星。特殊魔力増幅。ほう?消費 MP 半減、最大 MP ブースト。倉庫保存負荷。青い石には中心に小さな穴が開いており、そこから螺旋状に白い線が広がっているのが見える。この玉はこの星を模した一つの世界であり、世界の中心に通った穴とはこれは、天界のことである。広がっていく螺旋の渦は天界の支配が及ぶ箇所。天界を中心に全てが回り続いていたことを表している。映画を極めていた時代に天界が作ったものだけに、傲慢さが隠しきれていないのだが、その守護の力は今では考えられないほど強く、使っても使ってもなくならない無尽蔵マナを補給できる。でも耐性ないの?耐性ないんじゃちょっとどうなのって。魔力増幅、まあいい、能力値はすごい上がるけど、だって今ここでさ、一つ投擲耐性と混乱無効と全能力低下無効つけてんだよ。これを外してまでつける価値があるのか。うわー、悩ましいな。でもせっかくだからつける。そうすると混乱耐性をどっかでつけないとまずいな。混乱耐性頭は沈黙耐性つけてるから鎧だよな。鎧で混乱耐性ってあったか。混乱暗闇向こう、これか。なんか微妙な気がするな。精神力はなんかすごい上がったけど、防御力もなんかすごい上がったけど、一回休んでみよう。
特にイベントは起きないか。ふむ？うん、育った。ラモン、ありがとう。イベントがなんか進んできたね。イベントがなんか進んできた感ありますね、これね。ユキンコシェルター、すき焼き。とりあえずちょっとかなちゃんに装備品を見てもらおう。装備品、装備品。レストランの方見てもらおうか、先に。あ、作れるね。ラモン！これ、薬草1個使うんだ。おぉ。いろいろ作れるな。剣がどうやったら料理になるんだって話ですよ。とりあえず片っ端から作ってもらうか。ラモンシャーベット。おぉ、HP700、MP1500 回復か。これは薬草。超薬草水。速度補正プラス80。HP を全開！すごい！で、これは長持ち干し肉。HP30%、MP15%。はぁ、なるほど。じゃあこれ。敵全体にダメージ、適当な鉱石入手。こう、メテオジャムね。いろいろ手に入れましたな。薬草の絞り汁の中に、清水の緑神石を入れ、漬物でも作るよう蓋をして、だいたい3日寝かせると半透明な緑色の液体ができる。もともと薬草を絞って癒しの有効成分を効果的に抽出した薬草の絞り汁は火薬薬として大変効果的だったのだが、骨まで染みる最低最悪の苦さだったので、まずい！もう一杯！無理！と飲んだら、立ちどころに泡を吹いて気絶するありさまだった。苦味成分を浄化させたこの薬草水は苦痛なく飲めるし、薬草より回復力が大幅に強化されたにもかかわらず、能力低下解除という薬草の特殊効果もちゃんと受け継いでいる。ほう。あとは長持ち干し肉。太陽の下に吊るしてカラカラになるまで干した獣肉。このまま火を通さずに食べることができる。見た目は貧相になってしまったが腹持ちが良く、品質が環境に左右されないので、携帯食として大いに活躍してくれる。噛めば噛むほど旨味が溢れてくるので自然と多く噛むことになるが、噛んでいるとなぜか MP が回復？よく噛んで食べると頭が良くなるとか聞いたことがあるが、それなんだろうが不思議。でも美味しい。ん？あ、そういえばウィングブーツの先も行ってないな。ウィングブーツの先も行ってませんね。エクスプリッツ、これ見てないな。黒い宝石なのに暗闇の中に置くとか、赤い輝きを発する不思議な炭。その周りの赤い輝きが日食時のコロナのようで、これといった魔力のはないものの非常に高く取引されている。過去に日食は悪魔の時間として忌み嫌われており、何百年という年月を経て変異するこれも悪魔の石としたり、目につけばすぐ破壊されてきた。だからこそレアになっているのがもったいない話である。はあ、ラモンシャーベット。はあ、高熱で溶かした三日月の飴煮にラモンのを輪切りにして漬け込んで一晩寝かせ、さらにそれらを冷やし細かく砕いた氷をどっさり入れ、最後に氷質で突っ込んでシャーベット化させたもの。疲労回復に効果絶大で、特に頭の回転が鈍っている時にはこの甘酸っぱさはたまらないだろう。あんまり冷たいと普通は甘さを感じにくいのだが、これは不思議と舌で甘さを感じやすく、他のフルーツも使ってシリーズ化してよと静菜のお姉さんからの要望が足らない。はぁ、氷室ね。能力値は上がらないんだね。春夏秋冬ドロップス5回まで使用可能。臨床性5。ラバー様が女神園の子供たちをなだめるときに使う果汁入り甘いの甘い飴が入ってる缶。ピンク、レッド、ブ、イエロー、ブルーの4色があり、それぞれ春、夏、秋、冬を表している。この飴と可愛いシールをセットにした子供たちをなだめるのがラバー様の匠の技。完全に子供やな。しかし子供じゃない私がこんなものでなだめられるとは、私をなめているとしか言いようがない。ふざけないでほしい。こんな飴の一つや二つで甘うま。能力上昇アイテムとしては珍しく、複数回の利用が可能である。15上がるっていうことか。つまり15上がるっていうことですか。なんか他にも作った気がするけど、とりあえずはいいわ。一旦売ろうか。いろいろさあるからさ、お金もなくなってきたしね。あとは1個ずつ残しておこうか。
なんとなく。こんなもんか。合成する。おお、なんかすげえ強そうな武器作れるぞこれ。なんだこれ、斧か。斧なのか。とりあえずお金が高いものは強いの法則からいって、なんかいろいろ作ってみたい。あー、なんだこれ、これ気になるな。アダマスティグマが足りないか。アルラウネの花とかあるんだな。まだ見たことないね。光と星のローブ。そういえば全ての合成アイテム一覧でまだ作れてないアイテムとかいろいろあるんじゃない。ほら、ここら辺とか作ってもらう。どうせだし。いろいろあるな。結構あるね。作ってないの。足りてないんだな。なるほど。どうしよっかな。とりあえずこの仮面っぽいの1個作ってもらうか。スカイ D マスク。スカイ D 一体何者なんだ。スタンマヒムこうやって。スカイ D 一体何者なんだ。衝撃の結果はこの後はアイテム詳細説明ですぐ。じゃあ説明文を読む前にここでクイズといきましょうか。ズバリ、このスカイ D の正体とは。スカンディーン嬢、スカイプリンセス様、私。帰りなさい。あなた、ご飯にする、お風呂にする、それともってなんじゃこりゃ。他のも見てみたかったな。スカイディマスク。スタン麻痺無効、回避率 5%。 ドンターチミー。自らスカイディと名乗り、天界のラーメン屋で出前担当をしている謎の人物である。発色の肌を晒し、顔にマスクをしてマッハさんで走る彼女は長身アルバイターと呼ばれ、他者の追随を許さない。出前は音速3分以内に来なかったら無料というかなりきつい条件にもかかわらず、一度も失敗したことがないという彼女の出前は誰もが認めるが、注文受付はテラパシーのみと入り口はなかなかに狭い。はぁ、すり銭が出ると舌打ちする。たまにラーメンがこぼれていると気難しい面も多く、売り上げに貢献しているかは微妙。スタン麻痺無効か。結構強いかもしんないな。精神力下がるか。でもまあいい。で、あとちょっとこれ強そう。伝説の剣っぽいよねこれ。なんかね、ワンワングルメ課金レア。ワンワングルメ、どっちかな。斧っぽいなこれな。でもな、こっちちょっと一個作ってもらうか。アルフレッド C。 アルフレッド C とな。 C はサーキットの略だそうです。なんで略称になってるかって、長すぎるとアイコン名が潰れちゃうからですよ。島国の英雄の、ああ、面白い話になりそうにないな。まあ気になったら説明読んでみたいな。私、こういう真面目な武器の解説をするのって苦手なのよ。もっとネタを売ってちょうだい、ネタを。アルフレッド C。残、大地麻痺。暴走回路。はあ、西方の島国の英雄であるアルフレッドの伝説剣。竜、巨人、悪魔、一通り倒してきた英雄で、神としての記録はほとんど残ってないが、口伝えでその魅力は代々受け継がれてきた。剣は得意な能力を持っており、装備すると装備者の腕に向かって血のような線を走らせ、その血の回路を通じて剣のが持つ力を送り込む。膨大な力のガグロフンデュアー。はー、そんなに強くないんだが。大地属性ってのはでも珍しい。両手かよー、両手かよー、両手ですかい。アイちゃんどう？精神力いくらなんでも下がりすぎじゃないの？どうなんねそれ。暴走回路によるよ。暴走回路ってオーバードライブによるよそれ。攻撃力上昇とリミットオーバーを同時に仕掛ける決戦奥義。はぁ、ついにアイちゃんにも暴走が来ましたか。でもアイちゃんの攻撃力で暴走したからどうなのっていう気はしないでもないけどさ。どうなの？微妙な気がするな。防御低下水、ちょっとこれにしといてみようか。イマイジだったなぁ。イマイジだったなぁ。ちょっと防具作ろうか。盾っぽいな、これ。ゲレメン魔法石。なんだ、ゲレメン魔法石って。これ、ゲレメンさんが作った石なのかって思ったらそうでもないみたい。かといって素材名でもない。
何か意味があって付けられた名前なんだろうけど、もう誰にも分からなくなってしまったってのはよくありますよね。古代人が作ったものとか、前に歴史ある王城の地下からルーンで書かれた石板が見つかったんですけど、きっとすごいことが書かれてるんだと学者が必死になって解読した結果が何だと思います？トイレ、この奥にですよ。笑っちゃいますよね。面白いな。アクセサリーか、あた沈黙無効か、いまいちだな。名声ある魔法使いの名前があちこちに刻んであるし、名前を書いたら次の魔法使いに渡すというルールがある。よって石に特定の所有者はいない。遥か昔に当時最先端の生成魔法で作られた石で、永遠の石という意味を持っていたのだが、残念ながらすでに色あせちゃってるわけで微妙。私には価値がわからないが、シズナちゃんやアデラちゃんがこの石に目を輝かせて見ていた。キャーキャー言いながら自分の名前を彫っていたのが、言っていたのが、魔法の使えない私にはちょっと妬ましい。彫ったんだ、キャーキャー言いながら。あとはここら辺作ってもらおっか。ビジュトランク、なんか美人で有名なガイドさんらしいよ。私の声もガイドして。で、このトランクですけど、ここに紐がついてますけど、あ、これだ。これ引っ張るとロケットが噴射して一気に超加速します。衝突すると危ないんでエアバック機能をサービスでつけておきました。まあ波の人間ならエアバックがあっても死ぬと思いますが大丈夫。ロケットボールシズナを操るシズナさんならこんなの余裕余裕。便乗性まで上がっちゃうんですよ、このボブ。頑張って使ってみてね。はぁ、あ。どこ装備？体か？体だなぁ。第一スタン無効。ロケットゾーン。神様、もののけ、人間、様々な種族に隔てなく、あらゆる生物に対して笑顔で観光案内をしてきたこの星の全てをテリトリーとするアースガイドさんである。話術巧みで美声。お望みとあらばナビからカラオケまでガイド以外の業務をそつなくこなすスーパー女神様だ。生白いおみ足を見ると忘れそうだが、彼女はサイコさんの神々で、すでに500万年以上ガイド業を続けている。当然神々の中でも高い地位にいるはずなのだが、政治にはまるで興味を示さず、会議の時間になるとトランクの中にこもってカラオケの練習をし始める。かわいい。はー、スタン体制か、シズナちゃん専用か。いまいち、いまいちで壊したな。ちょっと一回休もう。なんかイベントないかな。ないか。残念で壊すな。ふう。とりあえず最初は手配書の4体すべてを倒すことに目標にするといいです。あれ ?4 体って誰だっけ？もうとっくに倒したよね、それね、多分ね。今いくら溜まってんのよ。4万9000か。なんか解除してもらうの他にあるかな。アナンタ、シズナ、ベネッチ。ベネッチないんだよね。アイちゃん、かわいいよってなんだそれ。アイちゃん、かわいいよってなんだそれ。誰だ、作者か、作者か、作者様の思いなのかこれ。特に増えてないな。骨砕きとか全身砕きがあるからさ、消しちゃいたいなーって感じたんだけどね。そういうわけにもいきません。お、ティティコーラさんじゃないですか。自作アート投稿に、お、来た！ブースター？才能をブーストさせるという謎の女神。その実態はあらゆる能力をパーセントブーストさせるすごい能力だ。最終装備になり得そうだな、パーセントブーストって。イフリートエンジン、防具なのに武器に炎属性を上乗せしちゃう。炎耐性や自動回復にも優れる常識外れの一品だ。130万。お金がないな。そうっすか。おすすめ、雪んこシェルター。ティティ手作りのあったかい炉をおまけにつけます。所持数3個。3個持ってるからいいです。お金がないね。お金がないのは問題ですな。またこのも同じマップか、こんちくしょうめ。そういえばこのマップ右側全然行ってないけど、なんかあるんだっけ。なんかあるんでしたっけ。ただあの雪のマップ行きたいね。リングブーツ1個持ってるから、それでピョーンって飛んでいけるはずっしょ。はずっしょ。こいつら強いから嫌いなんだよね。
アイちゃんが死にそう。アイちゃんが死んだ。アイちゃん生き返るのよ。アイちゃん生き返って、誰か生き返して。どんどんアイちゃんのレベルの差が広がっていくばかりですな。特に何もないか。わあ、わあ、降りよう。素直に降りよう。じゃあ降りようじゃないか。宇宙人でもか。ここも特に何もないからな。金宝箱を探索するためにある程度こう探索した方がいいのかもしれない。ドロロロロロロドロロロロってこの BGM なんか面白いけど。もうない。行く場所ない。飛ぶ場所ない。えい。金宝箱ないね。あいつが守ってんだから金宝箱ぐらいあってもいいと思うんだけど。そこのとこどうなの？アダマスティグマはちょうど合成で欲しかったし、ちょっと嬉しいかな。またここか。何回出てくるんだろう。降りまーす。お、今持ってないよね、多分ね。持ってない。残念。またな。金宝箱ないかな。ないね。ダイソーに1個あるぐらいよりももっと低い確率かな。まあ、アイちゃんが死んでもうた。どんどんアイちゃんのレベルが引き上がされてるな。これはまずい。経験値2番うどんとか手に入れたらどんどんアイちゃんに使っていかないと。レベルの差が激しくなりすぎるぜ。まあ宝箱の質を上げるためにもちょっとそろそろもうこのレベルではお金がない。誠実なメロンパン1000、1万、10万お金が足りない。あー、交渉決裂か。残念。お金を稼がないかんですな。雑魚的一匹で今お金ってどれぐらいもらえてるんだっけ。2万か。そんなもんか。もっと大量にもらえへんと話になりませんな。見たことない時代だな。ブルーなんとか。うわー、死んだー。アナンタちゃんならいいよ。どうせレベル差あるから。ふう。階段どこにあるんだっけ、このマップ。あった。あったーん。うわ、空飛ぶワンコがおる。なんて名前。死んじゃった。ワンちゃんみたいな名前が今一瞬見えたような気がしたんだが、気のせいか。お、ついちった。滝の中に、水の中の滝がうんちゃらかんちゃらとか言ってたような気がするな。気がするけど、あんまりか。こっちは確かクラーケンさんだったよね。クラーケンさんはね、ちょっとね、まだ無理だと思うんだ私。おー、レベル213とか216とか、なんか確かそんな感じだったよね、クラケンさんね。180でしょ、今。レベル210ぐらいまでは上げたいなぁ。またアイちゃん死んでもうたな。もうそろそろオートに耐えるのも限界なのかしら。限界なのかしら、これ。てか、しずなちゃん MP 半減ついてるから全然 MP 減らんなぁ。すごい。こりゃ探索しやすいですわっていう感じですけど。金宝箱ないし、プラチナ宝箱1個だし、微妙すぎる。レア来なかったか。わーし、
そうだ、そういえば羅刹マップを開放しようみたいなこと言ってたんだね。そんなこと言ってましたな。ちょっと D 少し溜まってるから羅刹マップに行こう。羅刹マップに行こうじゃないか。ちょっと一旦戻って回復しての羅刹マップ開放してみよう。む、まあもう今回はね、一匹手配書ボスかどうか知らんがボス倒してるんで。やった。マップのどこかで黒い魔法陣を見つけたら死ぬ気でどうぞ。はあ、あはん、こっちは上位マップ A。 はあ、はあ、なるほど。手配書リベンジモンスターたちもそろそろいけるはず。とっくに倒したよ。何言ってんだそれ。とっくに倒しましたよ。さすがに早々は出てこないのかな。ちょっと出てくるまで軽く探索しますか。とか言ってる間にここ来ちゃったんで飛ぼう。ボーナマスアップ行こう。これどういうマップに飛ぶんだい。あ、ここに飛ぶんだね。プラチナ宝箱も一個もないっていうこの微妙。あー、なるほどね。残念でした。じゃあまた羅刹マップを探す旅に行きますか。お、あった、これか。今多分14階層目ぐらいだけど相当深いとこ来てるよ。さて、おっとおっとっと、欲深き者の罪みよ。え、何それ、宝箱取るなってこと。つまりなんだこれ、なんだこれ。うわーばー、敵が出たー。オーバードライブで一気に殲滅していった方がいい気がしますよ私。そうは言いつつもちょっとスピリットブレスオールかけて、ルナレーザー、どうしようかな。倒せないかな。そんなには強くねえか。一応雑魚グラフィックだからそんなにはって感じかな。よしよし、欲深き者に罪よってのはあれかな、単純にあのなんか青い宝箱みたいな、緑色の宝箱みたいな取ると敵が出るってことなのかな。うわー、はあ、そういうことっぽいな。それだけじゃないな、普通に宝箱を取っても出るな。なるほど。だけど敵自体はそんなに強くないか。強いね強いね。調子乗ってると死ぬ可能性があるね。くそ、あー、ヒールで回復して、うわー、やばい。よっしゃ、なんとかどうすだ。ふう、危ない危ない。キズナちゃんの MP がさ、無尽蔵なわけなんだけど。ちょっと、ボンブとミルクで回復して。万能のかけら。あ、なんかいる、なんかいるよ。なんだろう、氷のボスかな、氷系かな。マップから推測するにだけど、でも今ちょうど氷耐性、あ、ちょっとこれ外させてもらおう。これはちょっと一旦外させてもらって、氷耐性かな。で、武器は炎かな、炎かな、わかんないな、雷かもしれないな。これで行ってみよう。うい、さて、うわー、全然違うっぺー。フレームって書いてある。氷耐性つけたのになんだよそれ、残念すぎるだろいくらなんでも。くっそー、
りあえず片方倒さないとって感じだな。トランペッターの方からなんとか倒すか。うわー、完全に炎系だなこれ。炎耐性1ミリも持ってません。これはまずいですね。しかもな、アイちゃんにかけられなかったし、これは勝てない気がしてきたな。体勢的にアウトだな。真逆の体勢つけてきたからこれは無理くさい。これは無理くさい。火の息とかが、あーくそ、あかん。ああ無理だろうこれは。エリクシール濃縮還元使っちゃう、これ使っちゃいますか。使っちゃいましょう。一回り大きくなった。なんだそれ。よし、使わざるを得まいて。炎耐性つけてくればなんか割といけた、いけたんじゃないかみたいな感じするけど、武器も炎だからな、無理だな。使うのはちょっともったなかったか、今のちょっともったなかったね。素直に負けておくべきだった気がするね。無理だこれ、これ無理だわこれ。あー疲れちゃんでした、疲れちゃんでした。武器も防具もダメだよこれ、全然ダメだろ。お疲れ様でした。だって見た目が氷っぽいじゃないの見た目が氷っぽいじゃないのよ、あれさ。完全に騙されたな。というところで今回のパートは切りましょうか。また次のパートでお会いしよう。またね。